ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストに来ていただいたのは長州力さんでございます。はいはい、今日のメインイベントなんですけれども、藤、は、波、い、さんと、棚橋博選手の試合、あれご覧になって率直に感じたことをお聞かせ願いたいと思います。いや、だから見た通りですよね。まあでもそれ以上はもう深く喋ろうとも思わない。一番分かってるのは、まあ、あの挑戦者の棚橋、あとは藤波たち、今まで戦われたこととかいろんなことをこう頭の中にこうよぎってきたりとか思い出されたりとかされましたか？いや、全くそういうのないですか？ない。ライガーさん、はい、すいません、遅れます、すいません。今日のメイン、振り返って率直にどう感じられましたですか？いや、聴者がずっと解説の時に言われてたのに、やっぱりその引退とかね、そういうのも自分がやっぱ決めるものだし、とにかく僕たちが行くじゃないと。だから今日の試合を見て思ったのは、やっぱり藤波さんでここもっとこう動ければとか、昔はこう動けたのっていうのはあったと思うし、棚橋選手は棚橋選手で、それをうまく付き合いながら自分のペースに持ってきて最後は仕留めたと。だからその猪木さんが言われてた、某しかない実力の人間を実力ある人間に見せる、それもプロなんだよっていう、そういうある意味プロスの教科書みたいな試合だったかなと思います。なるほどですね。いや、本当にね、このいろんなもう50年を垣間見ることができた、本当に重い、でも素晴らしい興行でしたので、皆さんぜひまずペーパービュー購入できますんで、ぜひそちらの方から振り返っていただきたいと思います。はい、本日は今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。俺も垣間見たよ、ライガーを。何ですかそれ。いやいや、本当に。え、なんですか。本当に最…いや、もうちょっと喋んないでくださいよ。失礼するか、もう終わったんでしょ。いや、まだ終わってもう守ったら運じゃないし、嘘ついたらダメですよ。まだ回ってますからこれ。いや、そらこれ失礼やよ。できるんすか、長さんの。お前やばいよ。いや、ほんと勘弁してくださいよ。勘弁お前言ってることと、お前自分のこれ本当にカットだよ。自分の行動。おい長さん。いや、俺だってお前そういうことはわかるけど、何意味深で帰ってくるんですか。何があったんですか。何にも言ってないって。何があったんですか。ずっと終盤テストを見てたら分かるよ。こいつが伸びてる時には目はこっち行ってこうやって。ああ、長州さん言っちゃった。